案内人の浅香です。今回は、出雲、誕生となるきっかけとなった二つのヒューガ、護衛艦と大隅、輸送艦を詳しく見ていきますね。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化です。常時艦載ではないのですが、F-35B 戦闘機は、ニュータバル基地に配備されます。ロシア情勢次第では、北にも配備されると考えています。抑止力効果は絶大です。周囲を広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷、とともに装備する艦艇の強化と進化を継続しており、新たな艦級、分野への進出も、政治と連動して進められてきた。そうした状況下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、かたたる、出雲、と、か。かの二隻だと言ってよいだろう。出雲、かた護衛艦は、自衛隊の艦種分類上からは、ヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称として、DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からは、おおむねヘリ空母として認識されており、その範疇で語られることが大半である。出雲、型は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルと、名実ともに、海上自衛隊で、最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能だ。これらヘリの最大5機の発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、それらを対潜哨戒任務によって封じ込めることが最大の目的だった流れから生み出された。1991年の旧ソ連の崩壊後、その後継国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、海洋進出を進める中国海軍が、日本が最も警戒べき仮想敵国へと置き換わった。こうして、中国への警戒が、最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛を担う上では、中国海軍艦艇の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事となったと言える。南西諸島における中国海軍の接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるが、現状航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく、そのカバーが求められた。これは中国との有事の際には在日アメリカ軍基地も集中している沖縄本島は初動の攻撃でその滑走路の機能を破壊される可能性が生じるためであり、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼、機の運用が検討された。その結果に導き出された結論が、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようというものだった。こうして、2015年から収益を迎えていた出雲型に対し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用可能な艦艇とする航空母艦化改修が決定され、太平洋戦争以後初となる海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったと言える。出雲、
型は、もともと、通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や、内部の格納スペースに変更を加えることで航空母艦化されることになるが、これより、以前にも、海上自衛隊には、同様の形式の艦艇が存在していた。それが、1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦と、2009年から2隻が就役しているヒューが、片護衛艦であり、出雲、片護衛艦に先駆けて、回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してき、艦艇である。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では、LST、戦車用陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、ドック型輸送上げ用陸艦と見るのが一般的なようで、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級エアクッション型。揚陸艇を運用可能である。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルと出雲型に比べれば、はるかに、規模的には、小型な艦艇だと言える。大隅型輸送艦が、全通式の飛行甲板を有するにもかかわらず、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としておらず、したがって、そのエレベータも、ヘリのローターをすべて外さないと、運用ができない点が挙げられる。また、艦内も、こうした事情を反映して、ヘリ用の専用の格納庫としては設計されていない点や、それゆえに、ヘリの整備能力も付与されていないため、その艦内への収容は、あくまで応急的な運用に止まり、基本は、飛行甲板への露天駐機が前提となっている。それでも、大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う上では、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両のよう陸の力を備えることから陸上自衛隊に新設された水陸機動担当の戦力投射に必須の艦艇だと言えるだろう。出雲型に先んじて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見ればその前進となったのはやはり、2009年から2隻が就役しているヒューが、片護衛艦が最初であったとみて間違いない。ヒューが、片護衛艦は、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、およそ、出雲、型の 70% 程度の排水量と容積を持つ。ヒューが、片護衛艦には、各種のヘリコプターが、最大で4機搭載が可能とされており、その全通式の飛行甲板には、4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は、3箇所で実施することができる。ここでヒューが、型と出雲、型の大きく異なる点の一つとして挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシウス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみである。これに対してヒューが、型は 20mm バルカン砲のシウス2機は同様ではあるが、324mm の三連装の MK32 魚雷発射管2機と MK41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに16発の艦対空ミサイルと12セルに8
ハスロック対戦ミサイルを収容している。出雲、型が、必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対専用の兵装等は、護衛に随伴するであろう、他の護衛艦に任せる方針であることに比べ、ヒューガ、型は、単艦での対戦水艦戦闘に従事することも想定されたものだと言えそうだ。今でこそ出雲、型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼、機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、ヒューガ型の建造に際しては、日本が航空母艦を保有することに対しての国内のコンセンサスも、まだ十分に図れてはいなかった。そのため、オスミ型輸送艦で、全通式の飛行甲板の導入は、行えていたものの、ヒューガ型の建造に際しては、政治的な反発も考慮してか、3つの艦隊の設計案が提唱されており、いわば反応を見つつ推進されたというのが実情のようだ。一つ目の案は、それまでに存在していた春名型、白根型と同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が、艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。結果的には、現行の全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ、最も合理的でかつ、運用効率に優れた形に落ち着き、その後の出雲、型へとつながる実績を作ったわけだが、今から考えれば、覚醒の感が拭えない。Thank you.